ご飯、おいしいご飯を食べよう。皆さんこんにちは、こんばんは。テルジーの晩ご飯でございますが、本日のテルジーの餌は肉野菜炒めでございます。2ですかね、野菜2ですね。肉野菜2でございます。そしていつもの通りでございますが、味噌汁でございます。そして今日はイワシの生姜煮でございます。そして皆さんも大好物でありますからし明太子でございます。そして白ご飯でございます。そして今日は食後のデザートとしてね、いちごがございます。いちごでございます。では今日はこれでいただいてみたいと思います。いただきます。では肉と野菜煮でまず一発いってみたいと思います。糸こんにゃくも入っております。うん、相変わらずいい味でございますが、うん、肉もいい味です。ご飯をいただきます。うん、大変おいしゅうございます。イワシの生姜にいただいてみます。うん、佃煮ですな。国産イワシ塩っていうことでね、なかなかうまいですよ。味噌汁をいただきます。ああ、相変わらずいい味でございます。からし明太子をご飯の上に乗っけます。うん、いい味でございます。うん、なかなかこの肉は噛み応えがあります。はい、
決して柔らかくはありません。でも野菜なんかはうまい。Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, y la casa de la bachata.この糸こんにゃくは何とも言いませんな。キノコでしょうか。キノコ、キノコですよね。いつも私は間違うんですが、エリンギじゃないか、なんだとか、ちょっと忘れました。ど忘れでございます。イワシがね、なかなか美味しいですよ。まあもちろん、からし明太子も美味しいですけどね。うん。汁を飲むと生き返ります。はい。なんでしょう、しめじでしょうか。しめじでしょうね。これ。生姜がね、イワシの上に乗っかってるんですよ、これ。生姜。なかなか美味しいですね。よかったら皆さんも買ってみてください。イワシの生姜煮でございます。はい。そういうわけでね、が長くなりますので、これでやめます。晩ご飯でございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイダー。